はいどうもこんにちは。いつもどこかで成し遂げたいオンドレアスです。今回は知り合いの方にオンドレアスさん来てモビルスーツ戦で1000ポイント取れるんすか的なことを言われたので、1000ポイントぐらい余裕で取っちゃいますよってところをお見せしていきたいと思います。デッキはいつものジオ絶対殺すマンでいきたいと思います。俺の力を見せてやる。まずは4取り行きましょう。この時に味方が来ないとか遅いだとかで4振りに行っても殴られるだけなので味方の動きを見てまっすぐ踏むか裏取るか考えていきます。はいダメそうなので裏取りリームしていきましょう。最速最短で行くと敵に視認されずに裏が取れます。やっぱ足回り大事やなって思うわけですよ。敵さんの方が早いですね。こんなので踏みに行っても3対1とかになっちゃう。タカコス発見。あたう。はい、1戦は、未だ気づかれない。さすが暗殺戦。自宅しないからちょっと止まってみておくれー。強タンパありない。しかずっても安心の M 角。追撃するドワッパー。もう遅い。消し飛べ。消し飛ばない。でももうやられたと思ったから追撃遅れてますよ、アタック。わかる。チェンママ枯れたら終わったと思う。バイアラー。関係ない人に当たった。と思ったらバイアランに当たってた。チェンマだけと思うなよ。チェン引き分け。だけと思うなよ。チェン引き分け。か。次は下に行きましょう。レーダーに感あり、何やら嫌な予感がするぜ。ネズミかな？ネズミなのかな？巻かれたい？巻かれたいの感じよー。は感じよー。これ4チェンマーこういう突退時を武器ないとどうしようもないからなーってよかったチェンマー。入っただいぶ押し込んだので中央防衛に来ました。緊急出動早いのもいいですよねー。レーダーに感あり何回いますねー。ダサいブースト姿勢で回り込んじゃうぞ。垂直落下式チェンマー。この立てず一撃で仕留めるホット新チェンの極意って感じ。5チェンマーです。獲物発見やっぱ強い機体巻いた方が燃え上がるよねー。チェンマーに頼りすぎたな。ショットガンでよかったですね。こういうところ直して多分ビーコンを運んでくると思うので運んできたやつをまた倒してやりましょう。ビル通路上に持ってくるんやろう。分かってんねんでー。まだかなーまだかなー。来ませんでした。1分も無駄にしたわこの野郎。このやり場のない怒りぶつけさせてくれる人募集してます。君が受け止めてくれるの。ロッチェンマー、銃撃は追撃しないと生き延びたりするけど、まっすぐ映りたくないからなるべく撃ちたくない。すれ違います。すれ違います。なチェンマー、いい夢見ろよ。お尻をプリプリさせてるアレックスがいますね。どんとこい空中戦。うわあ、これもショットガンでよかったな。さて次は、あやつにしましょう。G3 ガンダムかな。コンビームライフル持ちに暴れた時点で厳しい。フォーター、何度でも振り柱。あばばっばば。壊滅的にダサいやられよう。来た突ですね。突もできる万能機体感度も発進します。この効果力マシンガンとネットガン出力限界。そして威力低い性で追撃を約束されて勝利のボッキーで分からせてやりますよ。あちょっと角に当たりそうでいけないんだけど、ブーストやばいんだけど。バッババババババ実証ねー。まあ兵庫つけたのでよかったよかった。そんなことしてる間に2が底辺だ底辺だ。物どもで会えで会え。2取られてサイコも来るのが最悪ですからね。逆に言うとサイコ取られても2さえあれば全然刺さらない感ありますよねー。結構敵多いな。押し込まれすぎ感。でも今は挟まれて孤立してる感。もうスクランブルエリア押し返せないだろうなー。あららいけそういけそう。やったぜ。休憩休憩ふぅ。空からプレゼントが降ってきたよ。ガンダムハリケーン、その勇気は称えよう。ちょっと来たやばいですね。向かいましょうか。ダッシャー、この野郎ただではやられんぞ。お前も道連れだ。お願い、ハンマファンネル、一矢報いたぜ。入った防衛、した防衛。あ、まずいですね。普通にジオ入ってらっしゃる。こういう時はガツンと押し返してやりましょう。タトツが一回刺さったからゲージ圧勝してるけど、北の中央も押されてるのまずい。まずくない？カッツバズーカ。シールドバルカンが内蔵なので初手バズがいいと思うんですけど、路角って装備配置がいつもと違うから毎回忘れる。とエイム力を遺憾なく発揮。あ、これ死ぬやつやな。まあ押し返したいだけだからいいけども、ただ目にはジムの餌食。輝ける命の本人。エクスカスバー。エクスカスバー。なんとか道連れにしてやります。満足です。
そういえば FGO にハマりすぎって最近言われるんですが、そんなにハマってないです。とりあえずビール的な勢いのとりあえず引く。やったぜ。もはや360の補給スカブツとしては火力不足までありますからな。もはや筆でのキルはあまり期待しておりませんで、 FGO ハマってない理由なんですが、フェイトゼロっていうのがタダで見れるから見ようと思ったら、それよりフェイトステイナイトから見た方がいいって言われたけど、それ無料じゃなかったから結局見てないんですよね。言うなればガンダムシリーズ1個も見たことないのに眼鏡合ってるみたいな。フレック相手にとって不足なし、そこは Y の距離やー。Y の距離やー。うんと何チェンマだっけか、多分7チェンマということでですね、だいぶ前の眼鏡1個目であった。初心者なんですが、どのロボットがおすすめですか的な感じなんですよね。はい、バレてない。なんだかアレックス多いですね。因縁の対決、原作ど原作ど売りにはいかない。多分8チェンマ。アニメじゃない、アニメじゃない。ガンオンク嘘ゲー。いや、まあ今のガンオンって一部の機体修正すれば神ゲーだと思うんですけどね。今なんかビーコン見えたな。ちぃ、バレたか。コード合わせからの敬遠。あばば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 。あ、起爆解除されてる。むずず。定時的にケンプもう一回出れるかわからないので早めに乗り捨てたいですね。ケンプくんの仕事は恒例のとりあえず。スプリムハウスイ。はい、ラッキー。グイグイ車アップスにやっておしまいなさい。もうこういう時マシンガンでもあれば、マシンガン追加してくれたら普通に戦えるんだけどな。バルカンはちょっとな。戦いも後半老兵は目がしょぼくれてくるので目薬を刺す時間がやってまいります。マーク5はあかん。第2差はケンプの距離なんだよな。あかん。なんて大胆な格闘。第2差の届かないいやらしい1キース。あ、全然届いたわ。ご安心システムからのおばひ。危ねえ、残り弾でギリギリ倒せた。いい感じにこちらに気づいてなさそうなジオ。すぐ終わるからこっちに来たまえ。こっちに来た。落ち着け、オンドレアスミスは許されないよ。完全に捉えた。ああ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 あ。格闘機にもゼロ距離でビームライフル撃ってくる。現状の眼鏡を認めたくない。現状の眼鏡を認めたくない。やだ、くさくれつ。キューチェンマ。アーマーがまずいことになってるぜ。プリセットで謝罪いただきましたが、今の仕様でイナとかないし、どっちかというと起爆しても死なないかもしれないので、全力で速やかにイナってくれた方が、アーマーさえあれば。はい、サイコトスしてるのでに絶対防衛していきたいと思います。敵の勢いあんまないですね。これは大丈夫そうかな。ソラネットガンでシリーズから速やかに死活へ。ナイスとどめ。顔をすると死ぬし、ミリまで削っても味方によっては処理してくれないから判断難しいですよね。大きな背中が空いてますよ。でシリーズバックブースト。いっか、いや行ったら死ぬな。これはビーコン結構来てましたね。危ねえ。敵がライン上げる時って一気に来るから引き際は大事。そして孤立したマークに発見。持ち前のアーマーでゴリ押し。ダウンポイント制になったもまだ結構いますよね。マークに火力はすごいもんなー。でタビム国体だが、しかし動く博物館感度の感度はビームなんて持ってないから安心だね。橋の上でビームまき散らすやつがいるそうなので、取り締まりに向かいましょうね。そういやー、古き良き豆鉄砲の味は、走行圧って機動力低いのも昔の機体って感じ。もう一体いけるかな。あー、上に行かれたな。潔よく諦めよう。初期ジムと快適チップします。壁裏ネットリガンしようと思ったけど、悲しいかな、もうないのよね。お願いポッキー、現実は甘くない。ネットリガン枯渇するとほぼマシンガンだけなんで、やっぱきついですね。トップビーコン、トップビーコン、あのビーコンダメそうやな。やめた。相変わらず全体的に押されてるので怖い戦場。多分最古代壁破壊してるので2取りされてもやばいしな。とりあえずあっちこっち押し返していきましょう。やだ、アスガンダムスの色とか A 数倍で久しぶりに見たんですけど。でも悲しいけど、このゲームガンダムオンラインなんで退場してくださいね。ガンダムが一方的にドムにマシンガンでやられるゲーム。マシンガンでやられるゲーム。ガンダムオンライン自動配信中。 N 各ランク。やったぜ。大型アップで前は威力が低くて半分ぐらいの機体がよろけなかった格闘ですが、土活調整戦闘の恩恵をめちゃくちゃ受けてますね。大体どの機体使ってても不満点出るんですが、ガンダム君についてはコストも低いし何の不満もないですね。あ、一個あるわ。北極で地形適正ボーナスください。デザートゲルググに砂漠適正をトロピカルドムにドアン等ボーナスをください。ビーコンしゃぶりは任せろ。おばっかい日の N 角ランプ仕上げは B 角。なんか七ビーコンなのに湧いてしまった人がいたので、冥界に送りに行きましょう。ヤッハー、過去に過去名に出すんじゃねえぞ。ビーコンのご利用は計画的に。でビーコン防いでる間に北が大変なことになっている。遠く早々インで徒歩で向かいます。神リペボじゃないですか。やだ、いい感じに挟み込めそうかな。
敵は西北が多いですが、下黄色のお礼を炊くことで味方西北防衛力が増すわけだ。じゃあ、死なない想定ない死なない想定外。ナイス味方のカッツ先輩。かわしただと、G 軍が強いとは言っても2対1くらいやろ。ラオラオラ、こっからは行けった。この100機械、取り負けたー。マシンガンの底力見せられなく、もう残り時間もないので、突尾さえ刺されなければ勝てそうですね。今なんか下に初期ジムっぽいの見えた気がするなー。あ、やっぱいたいた。空中でも当てやすい。僕の天魔は神武器。おっと、もう一機いましたね。上空の敵より天魔の方が脅威どこ。こいつ気づいてないふりから壁に隠れてる間に武器チェンジしてバズ直撃とは強者。俺はあの時とは違うバルカンにぶちたんじまえ。うわぁ、ダウンポイント削られと天魔ヒット同時。いい攻撃手だったぜ。南の方からビーコン来てますね。時間的に刺さらなさそうですが向かいましょう。と思ったけど何回いるので処理するよ。はい、ナイスー。というか味方の突尾が刺さりそうですね。今さら言ってもあれなので処理続行。いい感じに裏取れそう。最近は裏取っても裏の裏がいることがよくあるのでその辺も多分ずーっと。でもまあ、もはやわからない。まだいけるか。刺さって終わりそう。だが俺には殿下の宝刀とりあえず質がある。思い知れー。あ、ダメでしたわこれ。あ、待って待って、あと1分待って。ひぃー、ゲージのヘリがすごいー。作戦成功だ。やったぜ。さて今回のノルマ1000ポイント超えをしてるかどうかです。いやー余裕で達成しちゃいましたね。ちょっと簡単すぎたかなー。それではご視聴ありがとうございました。